その土地の旬のものが集まる産直。今回は西和賀の産直を巡ります。まずやってきたのは道の駅錦秋湖。西和賀の玄関口にあり、多くの人でにぎわいます。この産直の特徴を伺いました。まずここに来ればまず西和賀のものがほとんど手に入るという状態になってますし、あとレストランの方だと漬物バイキング、食事された方のサービスとしてお出ししてますので、そこが特徴になってますので、従業員一丸となって頑張っておりますので、ぜひお越しくださいませ。お待ちしております。続いてやってきたのは産直里の恵み。西和賀のちょうど中央部に位置するこの産直の特徴は、一番特色的なのはやっぱり自然豊かな地帯ですから、春の山菜、秋のキノコ、それから冬場この加工品が非常に多いということで、他からこのシャツなんか来れば種類も多いし品揃えも多いということになります。買ってすぐに食べられる加工品、お土産にはもってこいですね。里の恵みにぜひ来てください。来てね。最後はこちら、高原ふれあい産直ハウス。西和賀北部沢内銀河高原にほど近い産直です。普通産直さんは野菜とかが多いと思うんですけども、ここは山菜とか、これからはリンドウのお花やユリの花の販売がメインになります。こちらの特徴はお花。7月末からは店内がリンドウ一色になるそうです。高原ふれあい産直ハウスにどうぞいらしてください。お待ちしております。個性豊かな西和賀の産直、西和賀にお越しの際はぜひ立ち寄ってみてください。